クロエ・アレキサンドラ・カーダシアンは、アメリカ合衆国の女性ソーシャライト、タレント。クロエは、カーダシアン一家に密着したリアリティ番組、カーダシアン家のお騒がせセレブライフに出演。イルイブティック、DASH のオーナーをしている。クロエは、アルメニア系の父親ロバート・カーダシアンと、スコットランド・オランダ系のクリス・ジェンナーとの間に、生まれた。 両親は1989年に離婚。母は1991年にオリンピック選手のブルース・ジェンナーと再婚した。父ロバートは2003年9月30日に他界。姉妹にコートニー・カーダシアン、キム・カーダシアン、弟にロブ・カーダシアン、イフ兄弟にバートン、ブランド、ブロディ・ジェンナーがいる。イフ姉妹にケイシー、ケンダル、カイリーがいる。 2007年に E で放送が開始されたカーダシアン一家のリアリティ番組カーダシアン家のお騒がせセレブライフに出演した2009年4月にコートニーと一緒にスピンオフ番組に出演すると発表した姉のキムとコートニーと一緒にマイアミで DASH という店のオーナーである2009年6月に姉妹と一緒に アイドルホワイトと呼ばれる派漂白ペンを作成するために、ナチュラルプロダクツアソシエーションと協力した。クロエは2008年12月に、ペタのアイドラザーゴーネーキッドザンウェアファーキャンペーンに登場した。2007年に飲酒運転で逮捕され、3年間の保護観察、道路掃除、禁止教育プログラム入りの判決を受けるが、いずれも受けていなかったため、30日間の刑務所入りの 命令が下される。2008年7月18日に刑務所入りするが3週間以内の禁止教育プログラム入りを条件にわずか173分で出所した。刑務所に向かう様子はカーダシアン一家の生活に密着したリアリティ番組カーダシアン家のお騒がせセレブライフでも放送された。2009年9月27日 NBA ロサンゼルスレーカーズのラマーオドムと挙式を挙げる。交際わずか1ヶ月のスピード結婚だった。姉妹のコートニーとキムは挙式で黒への付き添いを務めた。2013年に2人は離婚を申請したが、2017年に正式に離婚が成立した。CNN.com。フォーマー OJ シンプソンローヤー、カーダシアン、ダイズ。 2008年8月22日閲覧。オフィシャルブログ。マイペタビルボードハズビーンアンベールド。二千八2 0 0 8年12月11日閲覧。tv.yahoo.com。エピソードディスクリプション。2008年9月7日閲覧。httpomg.yahoo.com ニュースクロエ・カーダシアン2エイドウィズインザネクストツ t 2ィ e クス二 28,103nc ありがとうございます。